ノースフェイスハワイ編をね、ヌープシー、これデナリアね。へえ、今季は緑が多いんかもしれないですね。すごい。はい、本日はですね、ノースフェイスハワイ編をね、皆さん見ていただきたいなと思います。今ハワイに旅行に来ていて、 Vlog はまた別で出してるんですけど、それとは、違って、このノースフェイスはノースフェイスだけで動画出した方が皆さん需要あるかなと思いますので、見ていただきたいなと思います。ではズドーン。わーお。ハロー。Do you mind if shoot video? You should tell me my hair's not looking good. ヌープシーですね。どうやらこっちの現地の人に聞くとダウン着る機会はないらしいんですけど、やっぱり着たいよねとは言ってました。で、この辺りとか。あんまり見ないですね。マウンテンライトのゴアじゃないやつ、ショークーって書いてるけど、あとはまあいつも通りこの辺りリュックとかですかね。この辺りは多分日本の企画じゃないので、海外の企画で、あ、ヌープシーもあった。ヌープシーグリーン、ちょっと後で行きたいなと思います。ざっと見ましょうか。なんか今季は緑が多いんかもしれないです。緑系のジャケットが結構多くて、このカモも緑ですね。な、青？紫？こんな色味もありますね。日本では多分見えへん。あ、これ白もあるね。あ、デナリの緑もある、かわいい。こういうのも見ないですね、日本では。トレーニング用なんかな。ストレッチも効いてて。あらま、ここにもあるじゃないですか。このヌープシかわいいな。これデナリやね。へえ、すごい。いかがですか皆さん。あ、 T シャツです。 T シャツ、この辺りは多分日本でもあるやつですね。これはヌプシに見えるけども、700フィルパーって書いてないからヌプシじゃないのかな。あ、でもヌプシって書いてるな。へえ、これもヌプシやな。これヌプシですね。なんか黄色はね、よく見るんですよね。去年来た時も見たし。ブラックね。これも可愛い。バッグ。サミットシリーズだ、サミットシリーズ。普通のモデルよりかはいいモデルっていうか、よりこう登山に特化してて機能性も高いやつ。日本やったらゴアテックスのプロとかも作られたりしてますけども。うーん、緑推しなんや今回は。あ、 T シャツね、かわいいね。でレディースがこんな感じですね。レディースは紫なんや、可愛い色味。これメンズで欲しいな。どう？紫いいですよね。わお。こういうの好きなんですよね。なかなか日本では派手やけど、ブーツもね。こんなん絶対破壊んでしょうけどね、ハワイでは。あ、昨日現地の人と喋ってたんですけどね。 OK、 Thank you。 Oh, thank you。 なんか靴褒めてもらいました。これね、視聴者さんにいただいたんですけども、日本人とダンクが初めてコラボしたっていう、東京オリンピックで金メダル取った、堀米選手の、限定モデルのスニーカーなんですけど、なんか店員さんはハワイに来るとレストランでもお店でも大丈夫ですかってみんな聞いてくれるんで、大丈夫なんかどうかわからんけど、いつも答えてます。ちょっとヌプシ着てみましょうか。うわ、派手やね。
どうでしょうか。すごい派手。あんま日本で見えへんですね。こんな感じ。やっぱちょっと大きいですね、海外のやつは。横にこれで M サイズで来てるんですけど、値段がいくらなんですかね。330ドルだから、日本円にしたら5万円ぐらいかって感じですかね。やっぱ日本のヌプシよりはちょっと高いっていう感じですね。よいしょ。そしてここに来たら必ず買うものがありまして、それは何かっていうと、バッグを買います。エコバッグを買います。あ、エコバッグ買おうと思って。エコバッグ、ちゃうかな。なんか今回緑が多いのよ、すっごい。あ、特にないいわよね。 T シャツもあるよ、そこに緑の。これ俺さっき着たけど可愛かったよ。これ可愛いな、シンプルで。え、可愛い。裏キモやね。裏キモなの。かわいい、これ。あ、try okay? Just try. Yeah. Yeah, lots of people that shop from Japan. Yeah. Are you from America? Yeah. California? Everyone thinks California. Yeah. Michigan. Where in Japan are you from? Oh, Osaka.Oh, I went to Osaka. Oh, do you know Osaka? Osaka, Kyoto, yeah. And Tokyo. Oh. The food was really good. Yeah. Very good, very good. Really, really. あ、店員さんすみません。はい。あのエコバッグのちっちゃいやつってありますか？まあ、ないですね。あの大きいやつだけ。はい。大きいやつやったら2個ぐらいとか買えますか？何個でもいいです。あ、わかりました。ちょっと彼女が。もうなかなか入ってこないですね。あ、そうなんや。去年以来入ってこなくて、選手の感覚に入ってたんですけど。もうすぐパパって。一番いい大きさですもんね、あれね。6ドルなんですけど、まあ、ミディアム。あれが一番いい大きさなんですけど。これは、ラージで何ドルですか？9ドル。9ドル。まあ、それでも安いけどな。へぇ、着てみたら？まあ、白は汚れるわな。あのパーカー、チルの時めっちゃ良さそうやん。あのパーカー。30% になるので。へぇ。ウィンドウォールや。風通さない。ああ、いいね。着てみたら一回。ありがとうございます。はい、それでは行ってきました。あんな感じでいろいろあったんですけども、あのトートバッグの方はほんまミディアムサイズもあるんですよ。で、ラージしかなかったんですけど、ラージもなんか今日入ってきたばっかりみたいな感じなんで、とにかくお土産でばらまきようとかできるので、M サイズが6ドルで、L サイズが9ドルかな。ちょうどいいんですよ、お土産にね。だからもう僕今日2個買ったんですけど、ほんまミディアムが良かったんですけどね。まあ、ラージとかやったら子供、お子さんいてる方とかやったらプールとかに使えるかなと思うので、確かちょっとだけ防水というか水とかも弾けるようになってたと思うんで、そんなことでアラマナショッピングセンターのノースエース、以上現場からリポートさせていただきました。